にキャプテンだったり副キャプテン、あと数名が部屋に入ってきて、その理由を聞きたいっていう夜に入ってきたんです。普通ゲームこの試合終わって良かった選手とか次も勝てる選手という意味でメンバー選ぶんじゃないですか、なんでいきなりここで発表するんですか、表現がいいか悪いか分かんないですけど、ここはあまり試合に出てない選手は実際には多くいて、リーグ戦ここにもいるんですけど半々ぐらい、リーグ戦の出場機会が少ない選手はこれ半々ぐらいなんですけど、実際にはなんでこのメンバーなんですかと、決勝戦がそんなの準決勝が終わってから改めて決めればいいじゃないですかっていうことだったんですよね。苦肉の策というか、これ以外選択肢は自分の中でない中でやってきたのはこうで、で結果的にここのアビスパの試合は2試合ともスタメンじゃなかった豊島、浅岡っていうような選手だったり、高峰っていう怪我がありの選手だったり、一番のエースである中野っていう選手が中3日でプレーできたり、綺麗なある選手、まあ、アシストも実際してくれた西澤っていう選手が使えたり、もういろんなものを本当に考えて、まあ、結果的にアビスパには勝ったので自分としてはこの方法論で間違いじゃなかったっていうふうには思ってますし、逆に言うと学生らを納得させるのは結果でしかないっていうのは改めて思いました。 J リーグの世界もエンターテインメントなんで、いい試合をしてお客さんが喜んでくれればいいっていう指導者の方はもちろんいると思うんですけど、結局勝たないと誰も認めてくれないし、クビになるっていう世界を見てきてるので、やっぱ何をしてどんだけ自分が考えたとか、どんだけそこにエネルギー費やしたとかっていうのはほぼほぼ最終的には関係なくて、不平不満がある選手もいるかもしれないですけど、それに対して全部こう論理的に説明できる準備もありますし、何よりも勝ってんでしょ、なんか文句あんのっていうぐらいの準備ができてるっていうのが、まあ今回の試合に向けての今シーズンの事例ということで。